え、クリームはレナは普通にもう泡立ててそのまま乗せちゃうタイプ。ケーキ買ってこうへん。そう。あ、後ろ向いて。後ろ向いてやるん。え、なんかケーキ映したいけどさ、ちょっとなんか私メインみたいになっとうよな。みんな絶対ケーキ見たいやん。じゃあ考えとくわ、画角も。考えとく。ちょっと考えてきまーす。泡立てまーす。充電もしたいんよ。充電もする。15分後に、はい、お会いしましょう。ぶーちゃん、やほーって感じです。吠えてますねって感じで。あ、お父さんが帰ってきましたね。だからぶーちゃんが吠えましたね。もう全然待ってもいいんやけど、みんながうるさくなければ全然いいですよ。泡立てていいですか、じゃあ。みんなみんなこんばんはって言ってます。じゃあちょっとクリーム取りますね。あれな、泡立てたやつ買ってなかったっけ昨日。え、充電はやばい。ちょうどてよ。え、みんなうるさくて大丈夫？買ってきてないって。ちょ、これ映していい？クリーム映していい感じ？いいかな、クリーム。何のやつ使ってますみたいな。何のやつ使ってますか分からんけど、ちょっとこうやってこんな上だけ映しとくわ。はい、こんな感じ。あ、大丈夫じゃあこれ。冷た、冷たい、冷たいまま使わなあかんねん、これは。多分火が通っちゃわないかな。あれ、じゃあ開けとこう。多分大丈夫やけど。分からん。えみたいな感じで見られた。どんどんしゃべってる方から私さますらしいで。え、そうなん。まあ大丈夫やろ。なんかお母さんはなんかずっと置いてるから、そう、多分大丈夫だよね。多分大丈夫ですね。え、うるさいで。生クリームって全然あれやし、あれ何？ちょ、とりあえず生クリーム入れる？どうです？うるさくていいですか？あ、違う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 、洗わなあかんのや。違う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 、これ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 。あの、しかもさ、なんかんねんけど、生クリームって手が疲れるよね。うん、これ使っとっても疲れる。え、あるけどさ、めっちゃ時間かかるくない？それでやったら。あ、いいの。え、あの、あれやろ、あるけど、あれあるけどさ、あれ、あれやったらさ、あれでさ泡立てんのめっちゃ時間かかるくない？泡立て器、泡立て器ってこっち？こっちやんな、泡立て器って。レモン汁入れるとすぐに固まるよ。え、めっちゃめっちゃ知ってるやん。レモンない。手首痛めて救援はやめてね。しかもマイクこっちやしな。うん、肩痛くなりそう。え、どうしよう。
人気扱いはどういうこと、どういうこと、マジで。ケーキにアイロン、アイロンでやりますか。え、これさ、あの洗わなあかんねん、これさっき生地、あ、違う生地じゃなくて、最初からできてるの買えば楽よやねんけど、あのマジクリームマジで泡立てた方が美味しい。なんかあの砂糖のさ量とかあるやん。え、泡立て器ってあれ手あ、こっちがハンドミキサーな泡立て器って言ったから機械やからこっちかと思ってた。え、そう生地をあのあれで砂糖入れて作っとうから、クリームはちょっと甘さ控えめ的なの方がみんないいらしい。家族もレナはもう全然激甘でいいんやけど、ちょっと甘さ控えめの方がいいらしい。クリームはあとこれパルスイート使います。そう、クリームはこれ。生地は普通にグラニュー糖使うけど、ちょっとなんか汚い、汚れた。そう、って感じ。機械の木ではなく器。あ、そういうこと。あ、そうなん。マヨケーキの系統いてねないですね。ジャムを少し入れるとすぐにホイップできるよ。え、ほんま？やってみようかな。ほんまに？ジャムあるかな。でもなんか変なもん入れんなって言われそう変なもん入れんなって言われそうみんなに吉が嫌いにしたかったなジャム入れるなら、え、ジャムってさ味わかるぐらい入れるそんな入れるん？そんな入れへんよな、そんな入れへんよな。とりあえずあのフルーツも切らなあかんねん。包丁こっち入れてもった、あの台所いった、もうヘビ痛い。お店の時に水が入るとなかなかで、あ、そう、水は絶対さ入れたらあかんよな。納豆は入れたらダメらしいそんなん知っとうし、どんだけ納豆好きでも入れんやろさすがに。それはうーん、ちょっと大丈夫かな生地。まずさクリームは大丈夫やとして、やばいかもケーキ全然初めてじゃない。そう、なんか怖いから閉めてみましたてかさ全部洗ってさもう一回切って確認する。そうやねん、見せる。いいで全然。え、あの一回切ろうと思って、え、そう、ケーキになバナナ入れようと思った。え、なんかさイチゴが思ったよりさ少なかったから、しかも昨日買い物行ってん、昨日帰ってきてそのままスーパー行ったから夜やん、でなかった、普通になかったからもう出していい。なあ、タルトみたいになっとうかも。熱普通に熱いし。あ、見せな。大さじ1入れると15秒できるらしい。え、あ、大さじ1も入れなあかんの。どう、みんなから見てセーフかな、これは。アウト。そう、高い。あ、セーフな、薄ない
さ、ケーキってこんなもんじゃない？え、これさ、2枚に切れへんよな。どうしよう。一旦出すわ。切れる。これ絶対大丈夫。え、切れると思う。え、絶対いけんで。大きなクリームパン。え、じゃあ一旦さ、切るわ。一旦切るわ。一旦切ってみる。包丁洗います。2枚にするねん、いつもケーキは。やねんけど、え、いけそうじゃない？クリームハッチのケーキなんね、言わんとって。食べに来て。いや違う。切るのも大変。もう一枚焼けば。あ、確かに、あ、確かに。でもそんないらなさ、いらんって言われそう。なんかさらに失敗。え、次は絶対失敗せえへん。あ、半分でやったらいいんじゃん。あ、でもあるか。あ、そうしよっかな。ちょパピーに聞くわ。なな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 。配信中やから自分に喋られると思ってない。あ、やばい。いや、誰ももらえんね。なあなあなあ、ケーキさ、なあお父さん。全然気づかん。ちょっとやばいな。一応どうしよう。迷う。いや、これさ、切れそうじゃない？そう、言うたねんけど。なあ、言ったあかんの？言ったあかん？言ったあかん？いけ。言っていい？でも切れそうじゃね？どう？じゃ、一旦切ってみるわ、これ。一旦切ってみる。じゃあやってみる。柿本玲奈、やってみます。え、大丈夫。声はな、入らん。一旦切るわ。一旦切る。頑張ります。ちょ待って、ちょ本気で切ろう。焦げてない？なんか硬そう。やばいんじゃん。てみる。いけるいける。ここいけるわ。
かディスられとう気する。来た、あっつあっついけた。いや、スポンジでしょ、どう見ても。え、ちょっと分からん、なんかここ見たらやばらない。たまに味見してみる。ドン、味見します。ちょっとどうやろ、けど味は大丈夫、味は大丈夫やけど、いや、スポンジ感も地味にあるけど成功ではない。そうやんな、クリーム塗ったらいいよな。分からんけど多分大丈夫、こっちはな大丈夫やねん、なんか柔らかさんで。これにでさ、あのここにさ、まだ残りもんがあるんですよ。なんかめっちゃ焦げと音するよな。みたいな、え、これやばい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 、これ取れへんねんけど、あーああ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 あ、あ、いけた。なんかさ、クッキングシートさ、クッキングシートを適当に引いたやん。はみ出たところが、そう、ひっついた。んで焦げた。んで、これだから、ほら、いい感じやん。これこっちにこうやってやったら、これ。オッケー。で、包丁はまだ使う。うん、これでもうちょい冷ますわ、まだ熱いから。
です。成功しました。修復作業。そう。で、あとはデコレーション。できました。すごい。え、みんな的にどうかな、この記事作ろうって思えた。なかなか死んでないとセーブとできたらわざわざに。めっちゃなんか詳しくね。ほんまにめっちゃ詳しい。 もしかしてパティシエ説ある。かきれのパティシエ、パキって音が聞こえたけどね。こう、いや拍手、うん、もう嘘やろ。嘘やん。でも嫌いよりはうまくできる気がした。いや絶対むずいね案外。みんな使ってからご飯も、そういうこと。それは言うこと聞かなあかんな。もうちょっと早く先に入ってきてくれれば。こないねとか混ぜすぎて。そうやねん、そう混ぜすぎた。あと、あの例えば卵が混ざっとっても、あの粉入れて余熱してないからやばかった。楽しみ。いやいや、うまいやん。うまいやん。下手ちゃうやろ別に。あかん、これあかん。卵の混ぜ時間が短い。それな、それな、それな、それな。いや失敗じゃないで、全然失敗じゃない。自分のせいやな。卵のせい。卵白使っとけばよかった多分。うん、みんなだから卵は白にして、で余熱はなんかしといて、レナはあのあれやな、ちょっとみんなが失敗せへんように、なんかちょっとの違いでもあの言うこと聞かんかったらこういうことになっちゃうよっていう感じで作ったから。そう、デコレーション次第。デコレーションに関してはさ、なんかセンスよな。なんかめちゃめちゃ色花だよ。一緒や、じゃあ一緒やからちょっと、はい、失敗します。そう、白だとちょっと違うね。そう、完成形が賞味。そう、どれくらいまで混ぜるか見てみるといいよ。確かにパンケーキが、センス痛い。そう、センスやん賞味。デコレーションはなんか料理とかじゃなくて、そこのセンスは大丈夫やから。そうやね、見た目が良ければ大丈夫。誰が考えたのよ、わからん。センスじゃない。センス、センス、センスです、センス。てかさ、絶対髪型おかしいよな。なんかこっちもくぐれって感じじゃない、こっちもハーフにしろよって感じ。え、歯ぎしりしてないで。いっから完成まで伸びしろ。それは大丈夫、それは大丈夫です。見た目だけ忘れてます。それ違う、やばいかもしれん。ちょっと硬い。多分大丈夫、多分大丈夫。イメージが書いてみる。いや書かへん。なんかケーキのイメージは普通になんかフルーツ並べながら、とりあえず間の段はもうフルーツいっぱいにしとけばいいやん。そこは見られへんから、いっちゃん上だけやん。そう、まあ髪大丈夫。いや伸ばす気もあるし、本気出すって。本気出す、本気出す。まあ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 、ここからここからやから、ここからここまではまあ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 、ちょっと
な。まあ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 大丈夫大丈夫。クリームあったら賞味大丈夫やんな多分。真ん中、そう、あ、真ん中にクリームとあのフルーツいっぱい入れて熱さ出して、でとりあえずクリームで囲うやん全部んで、とりあえずフルーツ切ったくせに冷ましとんねんな今。確かにフルーツ切らなあかんよな。フルーツ何から切ろっかな。やめてくれ、やだね。まああといちご、え、バナナ、え、なんか買ってきたのはいちご、まあ、いちごは最後、みかん、みかんとキウイ、キウイ、キウイ、キウイと桃買ったっけ忘れた。え、あのな、あのできたやつの本一本はチョコ買った。チョコなんかあの上にチョコと混ぜようかなと思って、でも迷ってる、どうしようか。キウイ、キウイな、キウイ、え、キウイとバナナ合うやん。だからキウイとバナナは入れるけど、他、あ、みかん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 入れて、チョコなら全部チョコがいいんじゃない。え、そうなんよ。いや、ちょっとな、まあそこはセンスに任せてもらって、私の、皆さんはちょっとあれやな、できたらお楽しみ。眠いなるってちょ、とりあえずあのあれ出そう。何、フルーツ、フルーツなんでしょ。あ、今日さ、あの食パン、あ、ちょ待った、早く作らないで夜ご飯の買い物行かなあかんのや。ちょ急ご、キウイ、キウイと何やっけ、キウイ、キウイと、トリカアイディア意見に流されませんので、私は、あ、私のアイディアが飛び交ってるってことかな、じゃなくて、完全に隠してない、夜ご飯買い物終わってない、終わってないそのままなんか適当にって感じで、バナナ、バナナと急にしようえ、さっき行こっかな、さっき行った方がいいかな、どう思うみんな、先に行った方がいいよな。でもな、あれじゃない、サンドイッチやから食パン売ってそう、どうしよう。辛くなる前、いちごはまだ冷蔵庫、キウイとバナナとあとみかん、あ、みかんは缶詰買った、みかんの缶詰どこやったっけ、あれ、あ、あったあった、みかんです、みかんです。スーパー行く人多いかな、サンドイッチも一緒に作るか、あ、そうしよう、そうしようよ、スーパーにスポンジあるかも、いや、ここはちょっとプライドあるから買わへんで、買えへん、買えへん、買えへん、買い物行った方がいい、じゃ買い物行って泡立てて配信するわ、多分1時間以内になできると思う、分からん、みんなさ、ちょ充電しないやばいな、みんな入ってくれるんかな、次こそ入ってくれなあかんねんけど何時頃めっちゃ混んで、もう5時やん、え、ちょ、桃あったら買ってくるわ、スーパーで、そう、桃欲しかったんやけど昨日なかったん、そう、スポンジ変わってないちょっと見とって、スポンジこれやからちゃんと2つ作れるかは知らんけど、ちょっと無理かもあ、桃持ってるん、ヨナギの本に、やっほー、スポンジ入れ替わってたら、あー、そうそうそう、入れ替わってたら分かるやろ、さすがに、いや、スポンジはかわんー、朝が倍になる、なりません、はい、
回し見にくいけど何かあれやけど、あ、そっか、オッケー、じゃあ見れるときにぜひ見て。転生しましたから始まるんですねちゃんと作るわ、考えるだけマシ。うん、それはそう。じゃあはい、覚えといてみんな。じゃあ映すわ、今から映しますね。はい、これ これです、これです。やかいね、綺麗。おお、そう、まだ完成してない。残骸とか言うな絶対そう、色、色はいいよそれ食べたい、ほら裏返したら中のスポンジは変わらへんから。はい、ということで買い物行ってきまーすわたわたはちみつ、それもあるやん、パンケーキやん。持ってもちぎれない、確かに逆に硬すぎて問題あるかもしれん。はい、ってことでクリスマスタワーありがとう、クリスマスプレゼントですね。私、あれ待った、コメント出へんくだと思った。あ、できた、行ってきます。アカンス品見せる、とりあえず買い物行ってくる、夜ご飯の。なんかみんな曰く買い物先行った方がいいって言ってるから。カリッとしたちょっと行ってきます、ありがとう。こちらこそ、ゾウさんありがとうゾウさんありがとう、ゾウさん、クリスマスプレゼントいらなじゃあねー、あ、多分配信予約入れるかも、ちょっと時間が分からんから、買い物によって。バイバーイ、じゃあねー。